おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆいです。竹内です。挨拶大事。はい、前回今平プロとラウンドしたんですけど、あんまり良くなかったというか、まあしっかり練習したいな。ハイバーの方で全然ダメでした、うん、はい、ということで、今回も成田ゴルフクラブにやってまいりまして、練習しようと、練習ラウンドしようということで今日集まっています。はい、終、はい、わりました。どうして負けたのかな、俺たちは。このすいません、お客さんお待たせしました。あ、遅いよ、キャディーさん。すいません、遅いよ。 ありがとうございました。ちょっと今撮影してまして、はい、すいません、邪魔しないで。はい、はい、ということで、まあいろいろ、ゆいちゃんこの間どうでしたか。この間ちょっとあんまちゃんとできなかったから、ちょっと練習しないとなと思って、今日ね。はい、ということで、じゃあ今日は練習しながら前回の反省を踏まえ、はい、次のプロ対決に備え、そうですね、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャディさん、キャディさん、はい、じゃあどう攻めていけばいい。ここそうですね、ここはもう見た通りです。すごいアバウトなんだけど、この人。花道に打っていただいたらいいと思います。花道に打っていただいたら。花道、はい、右側の方が何ヤードぐらいいけば。右側の方が広いので、まあ200以上打てば問題ないと思います。キャディさん、ゴルフやんの。ゴルフはある程度します。ある程度やるんだ。はい、じゃあちょっとティーショットいきたいと思います。はい、ボール持ってない。ボール、ボール準備して、準備して、ボール、はい、大丈夫です。それじゃあ、はい、見た通りでいいのね。はい、見た通りでお願いします。じゃあ行きます、お願いします。はい、お願いします。え、どんな感じだった？真ん中。俺のスイング見てどうだった？スイングですか？いや、特に気になるところはないかと。そう、うまいってことそれ。はい。え、俺とどっちがうまいと思う？また結構な質問されますね、お客さん。はい。どっちもどっち。どっちもどっち？はい。え、じゃあちょっと打ってみる？いや、でもそれはさすがにお客さんの前では。いやいやいや、なんかまあ後ろも来てないし、うち最終組だからいいんじゃない？大丈夫ですかね。うん、まあ皆さんが、うん、と言うなら、うん、ちょっと見本見せてよ。はい、だってうまそうだもん。いやいやいや。じゃあちょっと打ってもらいましょう。はい。はい。すいません、いろいろお借りしていいですか？いいよいいよ。ティーとボールもあるね。ティーとボールないよね。では。わお。え？え？あ、打てた。わお。打てたとかじゃなくて、めっちゃ飛んでますよ。でしょうか。すごい。え？ありがとうございました。え？なんでそんなうまいの？いやいやいや、そんなことない。なんか。ちょっとどっかで見たことあるような気がするんだけど。いや、そんなことないですよ。え、ちょっとなんか、え、なんかマスク取ってみて。マスクですか、うん、大丈夫ですか、ね、めっちゃうまくないですか、うん、めっちゃうまいよね、うん、なんかなんかどっかで見た顔だよね。嘘。え、どうしたの。 え、トーナメントの人じゃないの、もしかして。ねえ、え、どういうことですか。トーナメントの人じゃない。はい、宮里美香です。え、やばくない。え、こんな感じでした。え、ドッキリ。こんな感じでした。何それ、どういうことですか。こんな感じでした。竹内さん知ってたんですか。ちょっとだけ知ってました。ここまでなんかひそひそ話を撮るじゃあ美香ちゃん、久しぶり、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は、うん、うちの演者には美香ちゃんが出ることを言ってません。言ってない。言ってない。で、それでちょっとドッキリ企画を考えてまして、うん、これをちょっと着ていただいて、キャディーの洋服じゃん。キャディーになったのかなみたいな感じで。やばい、初めて来ます。ドッキリをやろうと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ということで、キャディじゃなくて、うん、今日のプロ対決の相手は、はい、宮里美香です。よろしくお願いします。あ、え、
プロだ。え、そういう感じ、そういうこと。それはえ、そうなんだ、はい、あ、じゃあすごいね、すごいね、すごいですね。あ、じゃあ今日一緒にラウンドできる対決、先週に引き続きプロ対決です、はい、わかりました、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、はい、プロにね、はい、よくやらせましたね、うん、大丈夫ですか、怒られません、うん、怒られません、大丈夫、大丈夫、本当ですか、首、うん、がバリバリ出てるプロの方ですね。すいません。ということで、はい、行きましょう。大丈夫ですか。いいですね。まあ実はあまり乗り気じゃないかな。うん、大丈夫ですか。キャリーさんのキャリーの格好はちょっとびっくりしました。そうです。大丈夫なの。もうなんか泣きそうになってます。泣きそうになってる。泣きそうになってますよ。マネージャーさん大丈夫？マネージャー大丈夫だよね。あ、なんかバツマークが。マネージャー大丈夫だよね。ちょっとカメラも回しっぱなし大丈夫ですか？あ、すみません、すみません。止めた方がいい。止めた方がいい。ちょっと、あ、すみません。ドッキリ企画を考えてまして、これをちょっと着ていただいて、キャディーの洋服じゃん。キャディーになっちゃおうかなみたいな。感じで。やばい。宮里プロ、はい、実はですね、ドッキリはですね、はい、裏で竹内さんに仕掛けております。そうなの、はい、ドッキリのこのベタベタなやつをやった後に、はい、純ちゃんたちが、うん、竹内さんに切れます。そんなことさせちゃダメでしょ。なんでプロにこんなことやらせてみたいな。やば。何を頑張るんだろう今日は。ギリを頑張ります。それに乗っかっていただいて、はい、宮里プロも実は本当にこんなことやりたくなくてみたいな感じで。まあ確かに、もう僕ちょっと、もうごめんなさい帰っていいですかみたいなやつをやって、ちょっとカメラ止めなさいみたいな、ちょっとね、こうガチャガチャガチャとかそういうのをやります。それは、じゅんさんが言うんですか、はい、あの、きっかけは2人から。そうです、ありがとう。どれぐらいやるかは、その方がわかりました。よろしくお願いします。頑張りましょう。お願いします。頑張るぞ。もういいんじゃないの、ちょっとだね。ちょっとあれかもしれない。普通に出てきてもらったらあかん。普通に出てきてもらったらあかん。そうですね。ちょっとマネージャーお願いします。ちょっともう、まあ、ちょっと申し訳ないんで、もうキャディーのキャディーのあれも普通に、はい、すみませんでした、本当すみません、できてもらったら、うん、これやっぱりちょっとダメですよね、これ。キャディーさんの格好して出てくるのがどうなの。一般の人だったら全然いいけど、あ、今日こんなめっちゃすごい人にやらしちゃダメなんじゃないですか。すいません、プロ、本当すいません、申し訳ないです。マネージャー。てっせれー。逆ドッキリでした。なんなのよ。やだな、プロ、もっと泣いてくんないと。もっと泣いてくんないと。もっと去ってくん。面白すぎて逆に泣けないです。もっと、もう逆に怖くなった。いいなぁ、泣けたんだな。どうでした？あ、ドキドキしました。ドキドキしたというよりは、なんかもう早く雨降るから行こうよってずっと思ってました。ダダこ寝てるから。何言ってるかよく分かってない。この人たちって何言ってんだろうと思ってました。はい。はい、ということで、はい、それが逆ドッキリでした。成功しました。イエーイ。すみません。ありがとうございました。行きましょう。行きましょう。じゃあ行きましょう。はい。よろしくお願いします。